学生の方であったとしても、サッカーと勉強の両立ってできますかっていう質問も来てます。それってなんかどうお考えだったりしますか？ちょっとまあ Now Do の範囲も超えてかもしれないですけど、その辺どうですかね？できます。当然だと思います。6時間の法則って僕が勝手に名付けた法則があって、はいはい、もうこのビデオ見てらっしゃる保護者の方もそうですけど、はい、もう僕はめっちゃ今忙しいって思ってる方、うん、はい、全員、うん、あと6時間は自由に使える時間があるはずなんです。1日に、はいはい、僕もそうで、うん、めっちゃ忙しいってもう今ちょっと自分のことを自分で自己分析して思ってるんですね、うん、そういう自負があって、はい、もうこれ以上時間作れないと思ってるんですけど、はい、それでも6時間本当に切り詰めてやろうと思ったらあと作れるはずなんですよ、うん、ってことは学生であれば、うん、もう10時間以上余裕で作れるはずなんで、うん、勉強はあと5時間やったとしても、うんうんうん、サッカーもあと5時間以上は作れるんで、うんうん、5時間5時間、うん、全然あるんじゃないかな。なるほどなるほど。学校行ってたもんですよ、うんうん、なるほどなるほど。まあそうですね、まあ、ずっと体のことも考えて、ずっと練習だけしとけばいいって問題じゃないですもんね、はい、まあ、そのバランスがありますよね。その辺の、うん、そう、正しい努力にちょっと戻りたいんですけど、はい、みんな正しい努力って言った時、そのトレーニングの内容だけだと思ってると思うんですけど、うんうんうん、これはピッチ内のことですよね、はい、でもピッチ外の、うん、いわゆる習慣のについての努力の考え方っていうのがあるわけですよ、うん、今言ったようなまさに両立できますかみたいな基準って、うん、正しい努力の仕方、うんうん、時間配分とか、うん、ピッチ内外を僕らはアプローチしていくので、うん、習慣作りにも、うん、すごくこう効果が多分見られると思います、うん、なるほどなるほど。だから多分親御さんがもしこのナウドゥー子供でこう、僕が教えるってことだったら、うん、多分子供の習慣がちょっと変わり始めるっていうのが、うん、多分一番最初に気づくことかもしれないです、うん、なるほどなるほど。実力が上手くなる前に、なるほど。 Please follow it. Follow it.